高木だよ。高校時代よ。はい、ということで。また入り方ちょっと。入り方だよね。まさか、まあ、高校野球ネタだったけどね。次ということで。やっぱりさ、はい、伝統校って、いや、お前のとこも伝統校でしょ。はい、ですよ。やっぱね、部員何人いた？でも一学年に15人とかなんで、45人です。そういうこう、キュッと、もうなんかこう、エリートしか取らないという少数生徒。いやー、まあそうですかね。いや、お前言えないと思う。顔がエリートじゃないんだよ。いや、なんでですよ。いや、だけどさ、俺はこの甲子園で見たけど、はい、伝統校の層の厚さって半端ないな。いや、それがやっぱ感じますね。大阪桐蔭なんか、はい、根尾君投げてないんだよ、まだ。そうですよね。で、勝ち上がってんだよ。春はお前どれだけお前フル回転したんだ。決勝まで投げてほしいだろ。で、日大三高ではびっくりしたのかな。今年夏、うん、初登板ですって、はい、おい大丈夫かこんなところで投げさせて結構大事なの葉っぱでかいし角度はあるけど大丈夫かと思ったらいきなり1球目147プロかみたいな4人ぐらいいるんだからピッチャー、そうですね。だから時代だな、4人で回すと。もう1人で投げ切るっていう時代じゃないってことですね。もうびっくりしてたから向こうの平安が、うん、もう3球3振だもん先頭バッター切りますよね。いやだって見せてくれてないのがさ、いきなり4番手かと思って、はい、だったらさいきなりバカバカ来られたらさほら腰抜かすよお前。でもね、うん、はい、裏側のピッチャーもいいよ。押してますよね、ずっと。すごい押しますね。いや見てて、はい、大谷翔平の雰囲気出てるから。おー足上げてこうぐーっと出ていくと、はいはい、いいピッチャーですね。いいピッチャーだよ本当に。俺初戦で惚れちゃったもん。あっ、ゆうたかさんも太鼓判の149キロ。おお、それ11番だよ。それはいやーそうですね。そうですね。もう番号関係ないね。関係ないです今本当に。日大三高のさ18番も、うん、もうエースナンバーとしてつけてんじゃない？あーその番号かもしれないですね。あ確かに、うん、創志学園のあの西君はどうですか？すごい注目されてますけど。下関国際が勝ったところね。はい、そうです。俺がさ山口行った時に、はい、下関国際がそう当たると、はい、コッパみじんだなって言ったんだよテレビで、はい、テレビで言ったんだけど、はい、でもそのぐらい力の差があると、うん、でも力があるから勝つんじゃない、うん、勝ったやつが強いんだって、うん、ほうそれで言ったんだよ俺、はい、西君をちょっと見たけども、はい、ボールさえ打たなかったら自滅型だと、で球数をとにかく投げさせると、うん、であの炎天下の中で、うん、球数がこう積み重なってくると、はい、ボールのキレだとか、はい、スピードもなくなってくる、うん、終盤勝負だって言ってた。そしたら勝てるんで勝つのがそこしかないんですよ。なんか見てたらさ、うん、俺のテレビ見たんじゃないかっていうぐらいなんかそうなっていくじゃん、だからすごくその戦略とか、はい、まあベスト8を決める試合でも、うん、バントと見せかけて8回に盗塁させて送って点取ったとかさ、やっぱ策がいいね。なるほどなるほど。やっぱ勝負ってさ、知恵だから勝つのは、うん、知恵で勝たなきゃだ。ただあの巨大戦力と言ってもいい、はい、その伝統校の有り余った戦力、はい、豊富な素質、はい、ちょっと太刀打ちできるねー、びっくりしましたね。あのなあ、とんでもないですよね。まあでもいずれにしてもさ、はい、やっぱ甲子園っていいな。やっぱり女子で見てるこっちも熱くなりますからね本当に。で将来この選手がどうなるんだろうっていう楽しみを持ちながら、うん、あそうですね、この選手は大学行ってからプロかなとか、うん、この選手はあいきなりプロ来てほしいなとかさ、うん、いろいろそういう楽しみも、はい、まあ見方もできるしね、はい、でも故障だけはせずにですね、そうですね、間違いないです。頑張ってほしいよね、はい、怪我だけは。今日も、はい、アメマ TV からお送りいたしました、はい。